はい、ブユミです。今回ですね、僕らライブやるときってメイクとかしてるんですよ。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、で、結構メイクするメンバー多いんだよね。多くて、まあ、僕も今メイクしてるんですけど、で、そのメイク動画とかってあるじゃないですか。で、まあ、アーティストでそういうのやってる人って少ないんじゃないかなと思って、まあ、そう、あんまりないよね。で、そう、本当はね、なんか撮ろうかなってなった時に、どうしようだった時に、あきさんのメイクの過程が見てみたいなって最初思ったんですけど、だから化粧濃いメンバーの化粧の過程をご紹介しようシリーズなんですけど、本当ね、ちょっとね、最初はね、僕ね、やろうと思ったんですけど、ちょっとお断りされちゃったので最初にね、うちのメンバーがそうですね、からやっていこうかな。そうそう、もしかしたら今後あるかもしれないね。ちょっとね、メイクも、まあアーティストのメイク動画ってどのぐらい気になるものなのかちょっといまいちわかんないですけど、ちょっと試しにどんな感じになるんだろうっていう、多分普通の女性のメイクとはちょっと違うと思うんで、まあボーカルとかね、ステージ立つ人のなんか参考にもなればいいかなと思うので、その辺の手始めに週というね、週がイケニエですね、イケニエになり、すっぴんを晒すと近くで晒さなきゃいけないっていうことですね。はい、じゃあ早速行ってみますか。やってみましょう。やってみよう。レッツゴー。VME エンタメチャンネル。はい、じゃあ早速メイクを始めていきたいと思うんですけど、もうね、カラコンと化粧下地は塗っちゃったんですけど、カラーコンタクトをね、おー、水が、すいません、三白眼になるカラコンにしました。初めて買ったんでね、今日試してみましょうってことで、まずはじゃあファンデーションから。実はファンデーションもね、お乳なんですよ。まだ使ったことがないんです。ちょっと待って、なのでどんな感じになるか見ていただけたら。ちなみにファンデーションはランコムのなんとかっていう商品です。読めませんでした。ランコムいいらしいんで早速使ってみたいと思います。化粧する人からしたら、まず塗り方がまずおかしいっていうのに思うかもしれないな。お腹すいたな、じゃなくてさ、こんなんでいいんかな。まあその人のメイクの仕方をお見せする動画なんで、もうこれでいいや。じゃあね、次は、まあ、化粧の下地っていうのはしたんで、次はじゃあ眉毛かな。眉毛をちょっと足していこうと思います。僕はね、釣り眉にしたくてここを剃っちゃってるんで、延長したいと思います。眉毛とアイラインを描くのはメイベリンのね、ハイパーシャープライナー、見えてるのかなっていうのを使っていきたいと思います。眉墨として使いたいので、眉毛もちょっとアイライナーでいこうかなと思います。あ、ピンドラになってくる。その時眉毛全部して、もうちょいか、やり方がよく分かんない。とりあえず、なんだろう、ニュアンス、こうここで尖らせたいからここを尖らせるみたいな感じで、輪郭をね、足していこうかなと。眉頭はで、眉尻はこのまま、めっちゃしにくい、伸ばそうかな。
髪長いからこんなもんで、で左も、いやめっちゃやりづらい。失敗した。いやそう、失敗したらね、こうやってね適当にぼかしてます。やり方が正しいのか全然わからないけど、うん、失敗してるんだよね。終わりが濃いな。はいはい、もうさ、まず非対称だしというずさんなメイクですけど、まあ眉毛はこれで OK ってことで、次はね個人的に一番大事だと思ってる肝になるね、アイラインを、まあみんな大事かの中の目頭を延長したいと思います。あの目の形ってね、みんなそれぞれあってなりたい目があると思うんですけど、自分はやや垂れ目か普通くらいなんで、釣り目にしたいので目頭をこうやって切開しようと思います。めちゃやりづらい。ギリ見えるようにやるから、この画角でやるからいつもより下手くそになってるかも。非対称です。これだけ見えない状態で描いていいですか。こうやって描くのよ。うわ、目つぶしみたいになって見えない。ずっと見てたから、あ、ほんと見えない。綺麗にね、光光源を撮ってほしいってことで大人かったっていうのに目つぶしを食らって上手に描けなかったんですけど、目頭切開がこうなりましたと。したら次は眉…違う、眉じゃない、間違えた、目尻か。目尻は気分なんですけど、今日はせっかくなんで一番おかしいくらい濃いやり方でいきたいと思います。よくそのここまでね、クマ撮りするじゃないですか、秘書をめっちゃ頑張る頑張る、うん、プキッて、で筆タイプ墨みたいに出るので輪郭を描きたいと思います。本当に見えない。ちなみにこれだと見えるね。見えない、ね、見えないですね。次の終わりみたいにならないように描くのがめっちゃ難しくって、なんかこの変な、なんて言ったの、この台形なんか変な図形みたいに描くとまずそれっぽくなるんで、ちょっとそういう風に描いてます。そう、墨が出ない。手が悪い。したらね、普通に使ってるブラックのペンで潰します。
超おかしいな。普段寝ないから。いいか、これで。あ、もうちょっとですか。右がちょっと反り上がっちゃったけど、隠しますか。はい、はい、はい。これが、まあ、目尻か。目尻ですね。なんで、目の輪郭はこれで終わりか。終わりで、次は、アイシャドウか。アイシャドウをやってるんで、アイシャドウをちょっと、あ、やっていきたいと思います。これでピントが合うのかな。こういうことをやるってこと、うん、とメイクを学ぶ気があまり最初なかった人なんで、極端にすればいいと思って、この一番濃い色で目の縁を取ってちょっとシャープな印象になるんじゃないかなと思ってしてます。それが効くのかどうかよくわかんないですけど、目尻を描いたこことシャドウを足してる部分をつなげることで、またね、釣り目の輪郭にがもうちょっと輪郭らしくなるかなって思ってやってるけど、どうだろうか。が、はい、が下の線ですね。で、あとプラスでもう一個薄い色で、ついでにこの辺を足すと爪に見えるのかなと思って足しましょう。してます、いつも。シャドウもこれで終わりです。せっかくなんで、まあ、気分によってここまでするとちょっと化粧濃すぎるとちょっとあれかなと思って、やるときとやらないときがあるんですけど、プラスアルファでよく目の周り赤くするやつやっていきたいと思います。ちょっとナイキ晴らした後みたいな、なんか怒っとる人みたいになるかっていうね、感情的な VK 寄りって言ってんかな、いや、もうかもしれないけど、そういう感じになるかなと。なんか、はい、ということで、はい、できました。 VME エンタメチャンネル、終わりました。いやー、お疲れ様です。ねえ、ここ見させてもらいましたけどね。どうですか。あ、とりあえず完成のちらっと。ね。まあ、ただね、見比べて。そうだね。最初のね、あの顔と多分だいぶ違うかな。なんか工程をずっと見とったもんで、なんかそのどのぐらい違うんだかね。まあね、変わんねえじゃんとか、なんでもいいんですけどね。ねえ、下手くそだなとか、美味しい。これが今日使ってた、今日使ったものをね、ちょっと1個ずつ。こちらが、これアップした方がいいですか。
そうだね、手元だけでもいいけど、まあ、手元と、まあ、シューシューの顔映ってもいいけど、下地は、うん、あまり意味分かってないんですけど、やるものらしいんですよ。ああ、それが下地セザンヌの、ね、安い系のコスメのメーカーですね。なんて書いてあるんだ、皮脂、テカリ防止下地ライトブルーらしいです。で、下地がそちらで、下地がこちらで、次が、わからないくせに花粉発して買ったランコムのファンデーション。それがファンデーション、ファンデーション一番明るいやつでやりましたと。なるほど。で、次に眉描いたのが、あ、逆になっちゃうな。目をリフチ取ってるのが、メイベリンのハイパーシャープライナー。これめっちゃおすすめです。あ、それペンシルタイプみたいな。これは何シルタイプ？ペンシルタイプですね。ペンシルタイプですね。あれ、筆タイプじゃなくて編集は、どっちですかね。どっちですかね。教えてもらってカメラマンさん、わかります？わかんないです。わかりません。わかりません。ちょっとまあでも、筆のやつですね。要するに、そのなんか鉛筆っぽいのあるじゃないですか。じゃなくて、なんか筆タイプ。筆タイプ、うん、で、細かいのもしやすいです。で、ちょっとね、これ何の目かな。あ、マジョリカの。あ、聞いたことあるよ ね。マジョリカ。ここを押すと汁がさらに出てくる。あー、乾かないんだ、あんまり。そう、めちゃ乾かない。すごいね、初めて見た。できるらしいんで、縁取りに使って普通メイベリンで塗ると、うん、で、次が目の周りのアイシャドウは、アイシャドウエクセルのスキニーリッチシャドウ。うん、よくわかんないですけど、濃いめのやつ選びました。あ、極端に濃い方がね、男らしいと思ったんで。あ、はい、で、これがインテグレードの赤いペンです。あ、それが最後に塗っとった赤い、ちょっと待って、やって目を赤くするやつ、ね、あ、地雷系メイク、地雷系メイクで、眉毛はさっきの目と同じハイパーシャープライナーのカーキ色で塗りました。あ、以上です。はい、はい、ということですね。今日はね、まあ、最初にオープニングでも言ったんですけど、まあ、メイクの工程を見てもらって、で、まあ、どんなメイク使ってるかってのと、ちょっとね、説明がね、伝わったかわかんないですけどメイクわかんない人の、あ、そうだね、この滑稽さを楽しんでもらえたらと。詳しいわけじゃないからね、あくまでメイク専門の人じゃなくて、ステージでボーカルとか歌やってるんで、ステージでちょっとね、こういう風にメイクをする、入ればいい、結構そういう、なんだろうな、基礎っていうか、デタラメかもしれないですけど、でも結構ね、こう派手にやったりとかね、こう癖付けするメイクは結構ね、僕らもやってきてるんで、逆に、ね、普通のメイクする場合の人だったら違いをね、そうだね、なんじゃこりゃでもいいし、そう、逆に普通のメイク僕知らない、同じくやり方があんまりわからなくてまあ、こういうね、特殊な、まあ、ハロウィンでも使えるかな、ね、あ、そういう感じのメイクを僕らは結構ね、エンタメの世界でやってるんで、ね、してるんで、まあ、そういう方、気になる方に何か参考になればいいかなと。なかなかいないかもしれないけどね。まあでも、どんな形でもね、忘年会とかのステージに出てもいいけど、カメラに残す時とかはいいかも。そうなんですよそうなんですよ、ね、どうせカメラの時は遠目だし、この濃すぎるがゆえの、はいはい、ね、このバロンみたいな、そうなんですよね、彼も今もうやった後なんですけどね、はい、現地でやったらバケモン、あー、あの顔二人バケモンだねあー、してない顔だねなので、ね、発表会とかでもしてもいいかもしれない、あ、確かに、テイストが合うときに、うん、メイクで、日常のメイクっていうか、メイクで遊びたい人とかがね、なんか参考にできればいいかなって感じで
職場にこれで行ったらちょっとね、すごくじゃないけど、僕は怒ってるぞじゃないか。そうだね。はい。はい。お腹すすいでいかない。はい。ということで、まあ、僕らの YouTube でもそのメイク動画ってこれ初めてなんですけど、今後もね、なんかこう面白いメイク動画載せれたらなと思ってやりたいって。そうだね、うん、僕らなんか本当メイクが派手な人が多いんで、なんかそういうね、工程見てもらうのってなんか面白いかなと思って、なかなか見れないっていうか、まあまあいるかもしれないですけど、なかなかね、そんなに一般的なメイクじゃないんでね、まあ、そういう意味では楽しんでもらえるかなと思います。はい、はい、では本日は本日はこの辺で、この辺でチャンネル登録だけお願いします。そうなったら泣いて喜びます。あ、泣いて喜びます。次回以降はね、一番人気のアキさんが一番人気なんかな。かもね。どうしよう、 クレームが殺到した。殺到やっててね、また楽しみにしててください、はい、他のコンテンツも。そうですね、よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。